とラボへようこそ簡単解剖学講座今日の解剖学講座は股関節や膝の痛みどこにどんなふうに筋肉がくっついているだからどんなふうにほぐさなきゃいけないのかそういうことをきちんと理学的に少しね知識を得て確実に、えー、自分で改善できる人になっていきましょうではまずね、えー、図を見ていただくと分かると思うんですけど ちょうど骨盤の,あの腰骨のとこ腸骨量腸骨量よかった腸骨のところからねぐーっと膝の外側に向かって伸びてるあの筋肉が見えると思うんですけど斜線が引いてあるところですねここ筋筋膜腸筋って言いますいつもレッスンだとあのこうなんだ足をさ膝を内側に倒してこうさすったり叩いたりしてますよね。その筋筋膜腸筋 太もものの外側を覆っている幅広の筋膜なんで,すで、ここを、あのー、緊張させてしまうことでね、見てわかる通り、ほら、くっついてるわけだから、その腰骨のところと膝の外側に。だからやっぱそういうところに痛みが出てくるのは当然なことなんですよね。なので、その場所をしっかりね、 ほぐしていきたいんだけど、いつもレッスン受けてくださっている方は、もうわかっていると思いますね。その場所を、あの、しっかりと、自分の手のかかとで、手のひらのかかとで、ぐーっとこうほぐしてみたりね。カンナでこう、なんていうの、木を削るみたいに、で、冷やさないように温めながら。で、トントコ、トントン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 って叩いたりしてるじゃないですか。いつもね、ああいうことをやんなきゃいけないし。 こうあの膝を内側に倒して座って、まあ、言ったら横座りお母さん座りっていうんですかあれをやった時にあの座骨が下りないお尻の骨が下りない時にはもう確実にここねやっぱちょっと問題ありですでそういう問題ありの人が無理やりやると大変なことになっちゃうでそういうことをするとまた膝の痛みも出てきますだから本当に用心に用心を重ねるどんな時にも痛い時はまず第一番目に何でしたっけ そうですまず病院ねレントゲンしっかりとってもらってドクターにえ見解を仰ぐとで骨に異常がなかったら次にそうです私たちのような人のところに来てトレーニングをすることです。ででご自身でもマッサージまたはあの 神針の先生とか整体の先生のところに行くのもこれはもう全部ねあの同じラインですからご自身がいいな一番いいなと思うものを選んで取り組んでいただきたいですでその大腿筋膜腸筋ここねこの股関節のところだから、えー、それはどこからどこに向かって伸びているかを今一度確認してくださいで斜線が引いてありますねイラストのところそこに黒いポッチがあると思いますそのの黒いポッチのところに ゴルフボールとかテニスボールとかそういうのを当ててね上から乗っかると痛いですよでもちゃんとほぐさないとでそれがあの膝の方の膝の外側の膝といいますかすねのね内側の外側の方にこうくっついてるでしょだか,だからこう引っ張られちゃうわけそこは縮むとなので膝にも大きな影響をそこを与えるんだっていうことをよくよく知ってください。 さあ、次はね、方向筋っていう筋肉ですね。あのヌー工業の工の筋肉ね。これはね、体で最も長い筋肉なんですよ。仕立て屋っていうね、あのスーツを仕立てるとか、お洋服を仕立てるっていう仕立てっていう言葉。これがラテン語の語源,語源になっています。ラテン語で仕立て屋のことをね、あの、そういうふうに読んでいると、仕立て屋がしばしば足を組んで仕事をしていたことから来ています。足を組む姿勢には方向筋の。 強い作用が必要となるわけで,す、えー、でねあの昨日のレッスンでも話に出たんだけどさ足組んでるすごい格好で足組んでる人いるよねっていうあの話をね生徒さんの中で出たんですけどあのまさにそういう時にねあの使われる筋肉で、えー、図を見ても,たもらうと分かるんですけどやっぱりこれもね腰骨のとこから出てるでしょで今度はねこれねすねの膝膝と呼ばれるところの内側の方へ伸びていってるのが見て取れると思います。いつもレッスンの中 ではどんな風な感じでマッサージしてるかっていうと今度は太ももの内側をさすりましょうって言ってますねあのラインですよねで、えー、膝の内側グーリグリとか結界のツボをしてとか言ってる場所がありますそのあたりですだからそのあたりのところをしっかりねあのご自身でも射線がついているところまた黒のポッチがついているところをいつものように言う ゆっくりと親指重ねた視圧の方法でね圧をかけてゆっくりほどくと約5秒1234512345でほどくまた12345で圧をかけ1234ゆっくりほどく。 もう一箇所12345で圧力12345でほどくこういうようなことをあのじわっとやっていただくしかありません。で 膝の内側の痛みなんか出てる時にはねあこういうところも硬いのかもしれないとで今さっき話最初の方でした大腿筋膜腸筋が硬直している人はねこういう時にもあの座骨をグッと寄せてしまいがちになりますのでできるだけお尻をしっかり広げて膝股関節が広がらないようであればあの膝下にクッションなど。 枕なんか入れてねちょっと高さ出してそれからあの股関節にねあの無理な過度なストレスをかけることなく圧ててあげてください、えー、もう一度言いますねこの腰骨のところからね膝の内側に向かって伸びているこの筋肉ここもあの股関節の痛みや膝の痛みなんかあの改善していくのに本当に大事なところです毎毎晩毎朝マッサージぜぜひぜひよろししくお願いいたします。 あとね、次私が大事だなーって皆さんの体見てていつも思うのはねハムストリングね裏の筋肉ここがやっぱりね拘縮してたり動きが出てない人っていうのは膝の痛みやっぱりあの影響出てますねまたそのハムストリングがあの固まってしまうと転びやすくなるしねあの骨盤も後傾しやすくなりますで見てわかる通り、ハムストリングね。 A の部分です。だから斜線がいっぱい引いてあるこの筋肉この筋肉ほら座骨に向かって伸びてるんですよ座骨に向かってだから座骨から出てると言っても過言ではないで座骨から出たこの筋肉ハムストリングが膝の内と外に伸びてってるでしょだから骨盤とその股関節のところと膝関節のところここにとってもあの重要な役割を果たしている筋肉だっていうことはもう見てわかると思いますそれから B っていうところが座骨ねだから座骨から伸びてるわけで C が大 大腿骨、これ太ももの骨ですよそれから D が頸骨で、e、が肥骨、骨 E です。だから頸骨、肥骨骨いうののはすねの骨ですねだから膝って私たちは勝手に呼んでるけどそこは脛骨とひ骨それから大腿骨のちょうど真ん中のところを私たちが膝って呼んでるだけなんですでこのハムストリングが重要でしょこうくっつけてるからこの筋肉が。 ね、見てだからああそうか太ももの裏ここのところにねこの筋肉の流れを見ながら一番その座骨というところを触れば絶対わかるから自分でそこのところにあのテニスボールでもゴルフボールでもイガイガのイガボールちゃんでもいいから入れてとにかく座骨からまずほぐし始めるとで座骨をほぐしていきながらそのこのラインをね一本ずつこうあの何座った状態で上からこうグーッグーとこう。 押していけばさ、下にボール入れていると圧かかるじゃないですか。そういう感じで椅子に座ってるともっと膝楽かもね。椅子に座ってやると、椅子に座ってぐーっとこう自分で押し付けていく体の重さをぐぐぐっとそういう風にして一本一本丁寧にほぐしてあげてください。 え今日お話ししたこの,あの3 3パターン、ね、このほぐしを徹底的に自分でしていただくだけでも体の動き股関節や膝の痛みえかなり変わってくると思いますえやらなかったら痛いまんまやったらね、あのー、多少なりとも何かが改善しますで多少なりとも何かが改善した瞬間のことをさ、あのー、中野のクラスの、あのー、いつも来てくださってる方がねパッとね っっっってててかるるるるががああおっしゃんんですよいつもパッカーンって開く時があるんだってだから皆さんもそのパッカーンって開いた時を自分で自ら体験してみてくださいそうするとやっぱりね同じそのほぐしって言ったってねマッサージって言ったってねあのそれは一人一人違うわけだから、あのー、自分の体のプロにやっぱり自分がなっていくしかない。 ね、自分でしっかりと自分の体を見つめて自分の痛みと向き合って、えー、自分で考えて自分で行動できるそんな自分たちになっていきましょうそれではまた次回の動画でチャンネル登録よろしくお願いしますではまた次回。